皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。今日では日本を代表する文化の一つになったアニメや漫画、総務省によると2020年度の放送番組輸出総額に占めるアニメの割合は 88.9%、 金額にしておよそ500億円でした。主な輸出先は東アジア、アメリカ、ヨーロッパなどですが、近年サウジアラビアで日本アニメの大ブームが起きているのだとか。その勢いに乗ってサウジアラビアに日本のアニメタウンが登場。その完成度の高さに親日家たちが大興奮し、現地では大騒ぎになっているそうです。今回はサウジアラビアに出現した日本のアニメタウンに関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私ともみがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。サウジアラビアの正式名称はサウジアラビア王国。面積はおよそ215万平方キロメートル。世界第2位の埋蔵量を持つ世界最大級の産油国です。日本のアニメタウンが登場したのは、そんなサウジアラビアの首都のリヤド。アニメタウンはサウジアラビア王国政府エンターテインメント省が主催した大規模なエンターテインメントイベントの一環として作られました。そのイベントとは、2022年11月21日から2023年1月22日に開催されたリヤドシーズン2022。ブルーバードワールドと呼ばれるイベントエリアは10カ国のゾーンに分かれ、それぞれのゾーンでその国の文化や料理などが紹介されていました。そのブルーバードワールド内におよそ4万平方キロメートルの広さで作られたのが日本のアニメタウンです。ここで紹介されたのはアニメを中心とした日本文化。アニメに関する展示はもちろん、カプセルトイやプリントシール機といったゲームコンテンツを楽しむことができたり、渋谷スクランブル交差点、東京タワー、朱色の鳥居が並んだ伏見稲荷大社などが再現されたエリアで日本観光の気分を味わうことができます。実際に現地で日本を味わった外国人たちは、その完成度の高さに大興奮したそうです。サウジアラビアに登場したアニメタウンには様々な声が寄せられていました。早速そんな声の一部をご紹介していきたいと思います。日本ってこんなに素敵だったのね。実際に日本に行ってみたくなったわ。完成度がすごい。本当に日本っぽく仕上がっていたよ。アニメタウンに足を踏み入れた途端、日本にいるような気分になっちゃった。夢の世界にいるみたいだったわ。アニメタウンを見た時、あまりに完成度が高かったので感激して涙が出そうになった。その気持ちわかる。日本に行きたくて仕方ないんだけれど、簡単に行くことはできないもんね。その憧れの日本の街が目の前に現れたんだから、涙も出るよね。すごくクールだ。何があっても行かなくちゃ。娘と一緒に行ったんだけど、とても楽しかったわ。本当にアニメの世界に飛び込んだ気分になったの。いくつかの言語で話し、音楽に合わせて踊るロボットもいた。日本の技術力をこの目で見ることができたよ。ここはもう日本だったよ。アニメイベントはだんだんと規模が大きくなってきた。これはいい傾向だ。よくここまで作ったね。これはすごすぎるよ。完成度が素晴らしい。行きたい、行きたい。でも遠い。実際に行ってきたんだけど、ここまでの仕上がりだとは思わなかったよ。あまりの完成度に笑ってしまった。本当に驚異的な雰囲気だった。他の国の展示も見たけど、日本のアニメタウンは特別だったね。いろんなアニメが展示されていたり、日本の文化が紹介されていて興味深かったんだけれど、
ちょっと人が多すぎたよ。日本の魅力が詰まったアニメタウンに皆さんは大興奮のようですね。この日本のアニメタウンはサウジアラビア政府の強い希望により、アニメを中心とした日本のエンタメカルチャーを楽しむことができるパビリオンになったそうです。どうしてサウジアラビアはそのようなパビリオンを希望したのでしょうか。世界最大級の産油国として経済を発展させてきたサウジアラビア。しかし地球温暖化や環境問題などにより、世界は二酸化炭素削減を目指し脱炭素社会に舵を切ります。経済を石油に依存し、石油以外の産業が発展していなかったサウジアラビア。経済開発評議会の議長だったムハンマド副皇太子は、それまでの国家開発の失敗を認め、石油のみに依存した経済から脱却するための国家改革に着手しようとします。そして改革の計画案をムハンマド副皇太子が中心となって作り上げました。そして出来上がったのがサウジビジョン2030。改革の柱の一つとされたのがエンターテインメント産業で、サウジアラビアが目指すエンターテインメントの世界を示すために、日本にアニメを中心としたパビリオンを希望したのではないかと思います。サウジアラビアには親日家が多いそうです。その理由は、日本の漫画やアニメの影響のほかに改善という人気番組の影響が大きいのだとか。この番組はおよそ20年前から始まりました。サウジアラビア政府が一般的な個人観光客にビザの発行を始めたのは2019年。それまではサウジアラビアの人々は他国の人々と交流する機会が少なかったのです。そんな中で放送されていた改善、この番組は日本の文化などを紹介する番組なのですが、ただ日本を紹介しているだけの番組ではありません。第二次世界大戦後、焼け野原になってしまった日本は、中東の人々にとってイラクと重なるのだとか。焼け野原の日本を今日のように発展させた日本の文化を紹介し、そんな日本に学ぼうという番組が改善なのです。改善では自分たちで教室の掃除をする子どもたちの姿や、日本の店員が丁寧に接客する姿などを紹介。この番組は200回以上放送されています。またサウジアラビアの記者が日本で職業体験をするという番組も放送されて、人々の間では日本に対する興味がより強くなったそうです。さて、アニメタウンにはアニメ関連の展示だけではなく、日本の街並みや観光スポット、アニメの舞台となった場所、いわゆる聖地も再現されていて、親日家たちをさらに喜ばせたのだとか。どんなところが良かったのか、実際に日本外に訪れた人たちの声を聞いてみましょう。アニメにはあまり興味がなかったけど、日本を訪れたような気分になれてとても楽しかった。驚いた、ついにサウジに日本の街まで誕生させちゃったのね。入場料を払っただけで日本観光できるなんて最高だよ。サウジアラビアに日本の街ができているじゃないか。同じような街を俺の国にも作ってくれ。私の街にも日本街を作ってくれていいよ。伏見稲荷は僕の憧れの場所だよ。ずっと続いているあの赤い鳥居の中を実際に歩いてみたい。いつかその夢を叶えたいな。アニメタウンは物価も日本並みに高いだろうか。せっかく作ったんだから、このアニメタウンはこのままここに残そうよ。サウジアラビアにある小さな日本街、とてもいいと思うよ。実際の観光スポットも再現されているけど、ゲームの中の日本って感じが強いね。アニメタウンへ行けば日本の雰囲気を感じることができるよ。アニメタウンへ行ったら余計に本当の日本へ行きたくなっちゃった。大好きな日本、
いつか行ってみたい。サウジアラビア政府がサウジビジョン2030を発表したのが2016年4月。そして同年9月、日本を訪問したサウジアラビアのムハンマド副皇太子が安倍総理と会談。日本とサウジアラビアはサウジビジョン2030を実現させるため協力することで一致し、日サウジビジョン2030共同グループの立ち上げに同意しました。サウジアラビアは厳格なイスラム教に基づいて統治されてきたため、娯楽が制限され、エンターテインメント産業は成長していませんでした。そんな背景もあり、サウジアラビアのエンターテインメント産業はこれからの成長が大いに期待できる産業なのです。サウジアラビアのエンターテインメント産業を発展させるため、日本がサウジアラビアに協力することになったのですが、どうして日本が協力することになったのかというと、ムハンマド副皇太子が日本の漫画やアニメのファンであったこと、そして娯楽が少なかったサウジアラビアで日本のアニメが以前から放映され親しまれていたことが挙げられます。1980年から1990年頃、日本のアニメがサウジアラビアで放映され始めました。40代の男性なら UFO ロボグレンダイザーはみんな知ってるというほど人気だったそうです。サッカー人気が高いサウジアラビアではキャプテン翼も知らない人はいないと言われるほどの人気アニメなんだとか。今ではナルト、進撃の巨人、鬼滅の刃、機動戦士ガンダムなど多くのアニメーションがサウジアラビアの人々を楽しませています。これらのアニメは正式に契約を結んでネット配信されている作品もありますが、いわゆる海賊版としてネットに上げられている作品も少なくないそうです。いくら日本のアニメや漫画が人気だといっても、サウジアラビアはイスラム教に基づいて統治されている国、日本のように自由な表現が許されているわけではありません。しかし2017年、副皇太子から皇太子となったムハンマド氏は、サウジビジョン2030に沿って改革を進めました。今回のイベントに関しても、表現については柔軟な対応がなされ、女性キャラクターも比較的原作に近い表現が許されているそうです。さて、リアドシーズン2022については本当に多くのコメントが寄せられていますので、最後にもう少しご紹介しましょう。私はアニメファンではないけれど、日本の街には憧れを感じる。近頃は女性のコスプレも許されるようになってきたし、ムハンマド皇太子には感謝しているわ。あまりに混雑していてゆっくり見て回ることができなかった。それが残念。まあいつものアニメイベントかというくらいの気持ちで出かけたんだけど、想像以上の仕上がりに驚いたよ。サウジアラビアに日本の街が出現するなんて思ってもいなかった。日本には見習うべきところがたくさんあると思う。19世紀後半、北斎や歌麿の浮世絵がヨーロッパで注目され、その後の芸術界に絶大な影響を与えました。この流れはジャポニズムと呼ばれていますが、今日の日本の漫画やアニメは新ジャポニズムと呼ばれているそうです。イスラム国家であるサウジアラビアがエンターテインメント産業を発展させることは容易ではないかもしれません。しかし日本の漫画やアニメがその発展の手助けとなり、サウジアラビアの改革が望ましい方向に進むきっかけになれば嬉しいですね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お会いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。